こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。ということで今日はエストネーションにやってきました、はい、公開収録です。どうもすごい人ですよ。もういやすごいですよ。皆さんぜひカメラが回ってきたらこう手振ってあげてください。ぜひ。すごいですよ。ありがとうございます。エストネーションどう、印象は。来てくださってる皆さんもおしゃれですし、うん、店員さんもおしゃれだし、うん、こう店内を一周するだけで、うん、今のトレンドとか、うん、いろんなファッション見れるし。そうね、エストネーションのいつも、ね、来ていただいてるバイヤーの方いるじゃないですか。はい、呼びますかね。そうですね、エストネーションのバイヤーの中森さんです。よろしくお願いします。お願いします。あだ名はなぜか武士っていう。武士さんです。よろしくお願いします。で今日は、うん、一番ね今注目されているこのポール&シャークについて、はい、いろいろ伺っていくんですけど、なぜねエストネーションこれもう今一度ちょっと聞きたいんですけど、ポール&シャーク入れようと思ったんですか。今もう現代ではミックススタイルっていうのがまあスタンダードになってる中で、うん、モードですとか、うん、あとはスポーツっていうワードがトレンド化してきていて、はい、その要素を感じたのが、うんまあ、このポール&シャークっていうところ。これって買い付けをしたのはいつですか。2018年、はい、ですかね。見た時どう思ったんですか。はい、いやもう印象はスポーツとかクラシックみたいなところのまあ中間にある、まあ、非常にこうバランスのいいブランドだなとは私は印象に思いました。そして今日はこのポール&シャークがラインナップされるということで、ディスプレイとかすごくないですか。これすごいですね。下波ですよこれ。そうですね。ということで、はい、今日はイタリアの、ね、もう有名なファッションディレクターなんですね、はい、エンリコさんが来るのはもちろん聞いてたんですけど、実は、はい、なんと社長も、そうポール&シャークの社長さんも出ていただけるということで、はい、まずはお二人に入っていただきましょうかね。そうしましょうかね、はい、アンドレさんとエンリコさん、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。お願いします。じゃあ改めて、はい、ちょっとご紹介したいと思います。ポール&シャークのオーナーのアンドレさんです。よろしくお願いします。お願いします。ディレクターのもう有名ですね、エンリコさんです。よろしくお願いします。お願いします。お二人の格好があまりにかっこいいんで、はい、今日お二人の格好着てるものちょっとご説明いただいてもいいですか。あ、知りたい。はい、allora oggi sapevo che avrei avuto un talk show estremamente importante, un capo di abbigliamento fatto in un cotone molto particolare che è molto fresco。ちょっと触ってみていいですか、これ。ちょっとねサラサラっとしてるんですよ。失礼します。あ、めっちゃサラサラしてる。これがフレスココットン。これ涼しそうですね。これもちろんポール&シャークですか。ここにさ、ポール&シャークはジャケットもあるんですね。そうですね。デストルトラテ in maglia, sì. Nel 1880 inizialmente un maglificio e quindi noi abbiamo ancora una cultura molto legata alla maglia. ちなみにポール&シャークっていうそのブランドの名前ってどっから来てるんですか。Allora, mio nonno era un grandissimo appassionato di vela ed era anche un grande collezionista di reperti della vela legati alla marina inglese, di articoli che, di appartenenti a un vecchio clipper, e poi continuo se no è troppo lunga da tradurre. そうなんですね。E questo era nel 1976, l'anno in cui usciva negli Stati Uniti per la prima volta un film. E quindi mio nonno disse c'è del destino in questa cosa qua, il nome di mio figlio è Paolo. そうなの。ということで今日着られてるのがじゃあまさにポール&シャークのニットジャケットに白シャツにベージュのパンツ、これも全部そうですか。 100% なるほど。 100% なんですね。でもやっぱりさすが本当にエレガンスなスニーカー。スニーカーも、うん、そしてじゃあエンリコさんの今日のスタイルをじゃあ、はい、pertanto un formale mischiando formale e informale、mm. e una sneaker nylon、mm. t-shirt fallen shark、mm. typhoon、mm. e un typhoon。 じゃあブルゾンの方なんですか。めちゃめちゃ軽いっすねこれ。触ってみてください。いいですか。ま、じゃあま、ペフォーマー。あ、薄い。すごい薄い。これで薄い防水防風とかですか。アシュブタメント。シ。è la parte più tecnologica della nostra collezione outerwear。台風って名前が面白いですね。でもね、al mondo è un tessuto giapponese in modo che potesse essere usato sia in occasioni sportive, se vogliamo riassumerla in breve parole, di avere performance ma anche eleganza insieme。それに黒い T シャツに今日はグレーの、これはナチュラルストレッチのパンツに白いスニーカーと、ちょっと東京っぽいスタイルですよね。そうですね。すごいスポーツを推してる感じが私してたんですけど、ここまで振り幅
広く、うん、あのスタイリングできるものが揃ってるっていうのがすごいびっくりしました。トータルで揃ってるってことですね。トータルで揃ってますよね。ポーランドシャークね、あの僕はもうイタリア120回ぐらい行ってるからよく見てたんですけど、いよいよですよね、日本に入ってくるのは。Finalmente arriva in Giappone. Perché solo oggi? Ma devo dire negli ultimi anni mi sono accorto che il mercato sta drammaticamente e molto velocemente cambiando. 確かにね。なんか BR でもね、スーツにスニーカーを合わせるみたいなスタイルがすごくたくさん紹介されてる今じゃないですか。だからまさにドンピシャなタイミングですよね。中でも注目してるのこの中でどれですか？今シーズン2019年秋冬。Hanno ovviamente scelto un capo molto sportswear, molto strong, che ovviamente probabilmente più giovane, più aggressiva, che ha voglia, con una vestibilità anche oversized, eccetera, eccetera. まずじゃあポーランドシャーク買うんだったらこれ一番最初におすすめってことですか？ Questo lo mette il dottor Airoldi e questo lo metto io. Nella filosofia Poland Shark il perfetto equilibrio tra performance ed eleganza. Da rasciare, cioè è un capo. これ何ですかこれ？ Nostra tecnologia che abbiamo un termometro che permette a quanto grado hai, quanto ti protegge dal freddo typhoon. La temperatura interna è sempre nella comfort zone intorno ai 25-26 gradi.L'altra cosa che ci tengo molto a ricordare è che tutti i nostri capi di giubbotteria si mette il telefono, le onde vanno fuori ma non vanno dentro sul cuore. スマートフォン入れた時にここに心臓を守るために電波防御のなんか入ってる。なるほどね。すごい。ファッション業界では環境問題とかいろいろ今ねイタリアではものすごく注目されている言葉だと思うんですけど、ポール&シャークでもそういうサスティナビリティみたいなことってすごく率先してされてるんですか？やっぱりえ si sviluppa in più direzioni. La più importante è il progetto SaveC che utilizza le bottiglie di poliestere che galleggiano sull'oceano e trasformate in filo attraverso il quale noi produciamo tessuti. え、じゃあこれペットボトルでできてるんですか？Perché è una tecnologia che abbiamo lanciato, nostra outerwear sarà fatto con questa tecnologia. じゃあもうこれからどんどん環境に優しい素材を使われるんですね。そういうことですね。Un secondo pilastro fondamentale è che siamo per la protezione dello squalo.Che è una specie a rischio di estinzione. Quando si dovrà parlare di Poland Shark e della Deco Friendly e che ha cercato in tutti i modi possibili di non nuocere al mondo. なるほど。やっぱりこう着ることでいいものを着てるんだっていう裏の背景にいい素材とかっていうものだけじゃなくて、ちゃんとその社会に対して折り合いをつけてるとか環境問題を考えられてるってことですよね。すごくだからかっこいいってもっと突き進んでいくとそういうこともちゃんと考えて洋服着てるってことに。本当そうですよね。高いものを身につけるっていうことはお金を稼げばできるかもしれないけど、人に対してとか環境に対して優しくできるっていうのはね、もっと一つ上のランク上のかっこよさですよね。ちなみにね、せっかくなんでお二人にちょっと着ていただいてもいいですか？やっぱね、イタリアの生の着こなしをやっぱ見た方が話早いと思うんですね。あ、違う、似合う。いいですね。スニーカーでネイビーグレーで白ですからね。かっこいい。かっこいい。そして。メントレイよ。ちょっと見てください。エレガント。これめちゃめちゃ触りたくなるね。これちょっと切り替えてるんですね、素材。ポリエステルなんだけどちょっとラグジュアリーな感じでベルベットみたいな感じですね。すごいファーもね、ちょっとなんかリッチな感じがして。いやもうこの分厚いファーがすごくエレガントです。ね、っていうかね、武士さんね飲まれてる。武士さんもちょっと一個着てみるんですか？そうですよ、絶対。ああ、そういう感じなんですね。あ、かっこいいですね。これロロピアナですよね。ロロピアナ。ロロピアナ。あ、これ黄色来ましたね。すごい。今までにない。星馬さんが黄色だなんて。マジですか？カプリスタイル。カプリスタイル。カプリスタイルになりました。星馬さんめっちゃ似合ってますよ。あの。エレガントッシモ。ラッツ。ということで、ここからは、はい、BRが提案しているポーランドシャークの混ぜたミックススタイルっていうんですかね。まずこれですけど、どうですかこれは。いかがですか。カジュアル、モデルノ、ま、ポリート、エレガント。pertanto è sportivo、カジュアル。イタリアでもこの流れってやっぱあるんですか、スポーツの流れって。tantissimo。enorme。なるほどね、やっぱりスポーツミックスってトレンドなんですね、すごいね。じゃあちょっと続きまして。続き、はい。こちらですね。お。これのスタイリングどう思いますか？Allora, questo è un capo ovviamente più
ラグジュアリーでスポーティーなスタイルですもんね、それね。そしてじゃあ最後がですね、はい、スーツに合わせてるこちらのスタイルいかがですか？Questo è bellissimo. Questo è proprio la filosofia Poland Shark. これですか？Esattamente.Esattamente come loro piana unito a un tessuto Typhoon e quindi questo è un capo estremamente performance ma elegantissimo. Nice. Comfortable. Yes, comfortable. Oh, なんか今外していただいてますね。お、フードがすごくボリューミーだったんですけど、これを取ったら一気にもっとスタイリッシュに着れる感じしますね。Sì, sì, ha ragione. Perché? Perché l'idea di fare questi capi performance ma anche molto eleganti è nata perché in Italia gli avvocati, i commercialisti vanno tutti al lavoro ormai in moto. ということで今の話を踏まえて、はい、我々がちょっとスタイリングしたんですよね。実は事前に作りまして、はい、それをお二人に判定していただこうという、うん、ちょっとここからかなり緊張する企画でございます。ゆきちゃんからいきますか？じゃあはい、行きますか。はい、お願いします。あの前回星葉さんが着てたやべえやつでですね、うん、見た目が素敵すぎて、うんうん、でしかも絶対にあったかいじゃないですか、うんうん、っていうエレガントさと機能面みたいなのも持ち合わせてる感じがすごいかっこいいなと思ったので、うんうん、でよりちょっとエレガントさを出すために、うん、あえての冬の白パンで中はあえて同系色にまとめてフェデーリのニット、下がゴールデングースのスニーカー、あえてスニーカーも白で。Bellissimo。はい。じゃあ続いて、はい。よしさん行きましょうか。スタイリング、ね。私はですね、はい。テーマがミックスエレガントです。色をワントーンに抑えたかったと。冬の白っていうのはすごくこう高級感もありますし、このダウンはピーチスキン使ってますので、よりこう、ね、はい、気持ちいいですもんね、これね。気持ちいいんですよ。でパンツなんですけど、一見ちょっとスラックスに見えるような。うん、まあ、スポーティーなジャージーパンツ。Bellissimo che questo. Bellissimo. Più casual, più smart, ma sempre un filo unico che conduce, l'eleganza. 3枠、星葉さん。はい、そうそう、僕はですね、はい、僕普段いつもグレーのスーツのスタイルなんですよね。そうですね。これって分かりやすく言うと007、ジェームズ・ボンドのスタイルがすごい好きで、スーツを脱いだ時にこんなスタイルじゃないかなと。脱げば全身ブラックです。だけどこういうセクシーでワイルドなラグジュアリーな感じのものを着て隣にボンドガールを連れると。そんなスタイルです。はい、ブラック。はい、ここからじゃあどうします？一応ね、今日来てる視聴者の皆さんにも聞いてみましょうか。もちろん、え、視聴者の皆さん聞いてから聞きます。そうしましょう。そうしましょう、ね、しましょう。じゃあ一枠ゆきちゃんがいいと思った人拍手でお願いします。あ、少ない。じゃあ次二枠武士さん。おお、やった。そして3枠自分です、はい、じゃあ3枠星葉さんだと思った人。これは星葉さんじゃないですかね。会場票は星葉さんということで、はい、じゃあお二人の、よそのり、はい、イエーイ。アンドレ社長、ゆきさんでした。ゆきちゃん嬉しい。おお、あ、参加してます。どうぞ。理由とかを一人ずつ聞けたりしますか？ね、Personalmente io ho apprezzato moltissimo l'abbinamento col pantalone bianco. ありがとうございます。嬉しい。Per me abbinare con un pantalone sportswear da viaggio mi trovo molto molto bene. Mi troverei molto a mio agio. ありがとうございます。素晴らしい。それではじゃあ一度戻ります。はい。ね、日本にも何度もいらっしゃってるってことなんですけど、日本の印象どうですか？E quindi sicuramente noi respiriamo un'aria di ordine, di tecnologia, di pulizia, perché c'è molta sporcizia, molta criminalità. In una città come questa potrei vivere. そしてエニコさん、エストネーション今回ご覧になってどうですか？ Uno specialty store che riesca a mischiare importanti di altissimo livello con un'armonia, venire a fare shopping e a imparare da destination. なるほど、ありがとうございます。それを受けていかがですか？そうですよ、いや、まあ、本当に犬子さんおっしゃる通り、まあ、スペシャリティストアを目指していて、で本当にこうライフスタイル、お客様を楽しんでいただく、まあ、スペシャリティストアとして、まあ、発信してますので、非常に犬子さんが言っていただいたのはありがたいというか、はい、ということで、はい、今回はイタリアから、はい、ポーランドシャークのオーナーであるアンドレアさん、そしてエニコさん、ディレクさん、来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。
口数めっちゃ、どうしたんですか、めちゃくちゃ緊張しちゃう。実際にあのポーランドシャークの世界をお二人に聞いていかがでした、はいはい、まあ、そのスポーツだったりとかそのラグジュアリー、あとはクラシカルな部分っていうところを、まあ、このブランドには感じたので、まあ、そこがここのブランド様の、まあ、いいところかなとは思います。こういうブランドが増えていくのがね、うん、そうですね、嬉しいですよね、はい、さらに日本のそのなんだろうなスタイルが一段上がるためにはこういうものが似合うようになると僕はかっこよくなるんだなというふうに思いました、うん、でもやっぱオーラってね重要、重要ですよね、ですもんね。それでは本日はこの辺でですかね、はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。今売れに売れてるジジです。これはジジ の, あのセットアップのスーツっていうか、この中に何着てるんですか。最近ちょっと流行ってるんですけどラグビージャージ、これ新しいモデルでボックスシルエット、ボックスシルエットでいいですね。これドロップドショルダーというか、そうです ね本当にアンコンのジャケットみたいですね。リラックスだけど三つ星レストランにも行けるような完全な休日のスタイルとフォーマルなスタイルとその間っていうのが今出てきてると思うんですよね、うん、なるほどね。告知はありますよね、さすがにね。さすがにありますよね、はい、ありますよね。まあ、ポーランドシャーク、日本初上陸ということで、はい、エストネーションがここまで大きく、ポップアップをやるということで、皆さんぜひ来てもらって探検していただければ非常にありがたいと思っております、はい、なのでぜひお越しいただければと思っております。よろしくお願いします。はい、私、人狼 TLPT という舞台に立ちます。10月2日から14日まで7周年記念公演を行います。ちょっと私は3ステージという少ないステージしか出ないんですけれども、私のツイッターとかですねインスタグラム見ていただけると詳細載ってますので、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。ぜひ見に行ってあげてください。よろしくお願いします。そして星子さんも、はい、僕は編集長を務めている、講談社のウェブマガジンフォルサスタイル毎日更新しておりますので、そちらもどうぞご覧ください。そして、10月に1冊、はいはい、11月に1冊、うん、なので書籍の5冊目と6冊目が連続で出る予定なんですけど、うん、今それ書いてるんで死にそうなんですけど、ぜひ皆さん買っていただければと思います。ぜひ皆さんご期待ください。はい、ありがとうございます、はい、チャンネル登録はこちら。今、12万人なんで、はい、15万にはすぐ行きたいですよね。行きたいですね。20万に行きたいですね。登録お願いします。そしておすすめ動画がこちらです。こちらです。こっちも見てね見てね。